え、怖い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 。え、どういう状態？だって、あの窓の外の2人やろ？え、どういうデート？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと来てもらえますか？はいはい。あ、そうよ、今回こそスノバシャあるけんね、ちゃんと確かあったはず。前回終わった後にまた一箇所開けたはず。うんうん。どちらがこの子のためになるでしょうか。一人暮らしさせましょう。お、そうですよね。うんうん、住める住める。それがいいと思っていました。若き君、 OK。今日からお世話になります。どうもどうも。私たち家族も今後ともよろしくお願いします。はい、記念にこれももらってください。はい、ここは割愛します。もうない？他にはい、それじゃあマンション見てこう。おお、なになに、めちゃくちゃ呼んでる、ワゴノちゃん。一緒に遊んでくれますか？はい、遊びましょう、遊びましょう。トントンズも、フィギュアを使って相撲をしましょう。相手のフィギュアを倒すカードひょん外に出すと勝ちです。はい、スタートー。はっきょい。はっきょい。残った。残った、残った、残った。お、これは。イエーイ。速攻でいけるやつ。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。一番小さいの。お宝、懐中電灯をもらいました。ありがとう。そういえば懐中電灯ってもうしばらく、いや、あれだな、職場では見てるけど自分の家では見てないな。災害の時とかね、必要よね。黒影さん、いいやん。だいぶ大人じゃない？めちゃくちゃ大人じゃない？ワゴノちゃんに比べたら。はい、それじゃあ、お、友達マークが。喧嘩か？あ、喧嘩だ。マナリさん入ります。上下の階で。どうもどうも。リボランと喧嘩しました。ふんふん、腹が立ちます。どうした？仲直りしてください。このイライラも沈めてください。お、食パンで機嫌直ってくれるとかめっちゃいいやん食パン、あれよ、うち食パンとか常にめちゃくちゃあるよ、ストックがいやでもね、食パンってね、めちゃくちゃ大量に買い込んどっても速攻でなくなるんよね。みんな食べるけん、私はあんま食べんねえけどいやでもあったらちょこっとね、小腹が空いた時に食べようかなとか思うよね。どうぞどうぞ。食パンでこんなになってくれるとか、めちゃくちゃいい食パンかな、高級食パンみたいなのあるよね。あ、でもなんか高級食パンがなんか経営がピンチみたいなん、ちょっと前に言わんかったっけ。でも初めて聞いた時からこういうの買う人おるんやなってめっちゃ思ったもんね。買ったことないけどでも気になるやっぱ全然違うんかな。超大好物だったようです。自分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。で、普通の食パンしか食べたことないもんね、その辺の100円ちょっとぐらいのさどうすか、仲直りできそうですか？どや。許しません。ダメなん、マジで？なんでなんで？あー、辛い辛いよ。うまくいきませんでした。なんでなんだ。人生、そううまくいかないものですね。うん、でもそのうちきっと仲直りできるよ。その時を待とう
あ、やっぱ上下やったんやね、リボちゃん。真上や。はい、それじゃあ、りょうりょうさん、入ります。遊んでください。遊びましょう、遊びましょう。ミーモザイククイズ。モザイクがかかっているミーは誰なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタートー。モザイククイズ、第1問。第1問、ででん。これは誰でしょう？え？ちょっと待って、もう一回。赤鼻さん？赤鼻さんや。答えは赤鼻。よし。モザイククイーヌ第2問。第2問。ででん。これは誰でしょう？はるきくん。答えは、はるきでした。イエーイ。モザイククイーヌ最終問題。最終問題。これは誰でしょう？ヨミちゃん。答えは、髪色が。ヨミちゃんでした。やったね。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ、一番大きいので。お宝、マトリョーシカをもらいました。ありがとう。ユリの靴下に穴が開いているのに気づいちゃいました。それは教えてあげましたか？でも教えられ、あ、でも、うん、黙っとかれる方が嫌よね。嫌よね、普通に。お、さっちゃんとりーちゃんが一緒にいる。どうもどうも。1ヶ月も来てくれないなんてひどいです。そんなに来てなかった。ごめんね。新しい服が欲しいです。うんうん。1ヶ月間我慢しとったんやね。佐伯柄のパンツドレス。めちゃくちゃ系統変わるけど、今結構ね、素朴な感じやのに。ですか。気に入らなかった。やっぱそういう系統ではなかったか。友達100人できるでしょうか。どうかな、学生のうちなら大丈夫なんじゃないかな。知らんけど。うな重、はい、どうぞ。いただきます。さすがにね、学校卒業したらもうなんか無理な気がする。てか大人になってから新しい友達ってそうそう増えんよね。お、レベルアップ。だいたい職場の人は職場だけって感じやし、まあ仲良くなれる人もおるんやろうけどね。ショートパンツカーデ、はい、どうぞ。だってだいたいさ、一生なんか学生時代の友達と仲良くない？今のところそんな感じやけど。私からのお返しです。うんうん。お宝、銀貨をもらいました。ありがとう。しかも学生時代みたいに毎日連絡取らんくてもさ、めちゃくちゃ仲いいよね。あれ不思議な感じ。お、りーちゃんまだおった。お、ノアくん。めちゃくちゃツバチ言ってたよ、大丈夫。ずいぶんとお久しぶりです。お久しぶりです。あっさんとデートしたいのですが、おー、いいやん、いいやん。喫茶店で。いいですね。うんうん。準備していこうと思います。いってらっしゃい。さあ、そして私は様子を見に行こう。え？え、待って待って待って。え、あっちの二人よね。え、ちょっと待って。え、怖い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 。え、どういう状態？だって、あの窓の外の二人やろ？え、どういうデート？え、どういうデート？え、だってこれさ、ノアくんが店の中におるアッタンを覗きよる構図かと一瞬思ったんやけどさ、アッタン、ノアくんの向こうの植え込みのさらに向こうにおるよね。でもってなんかすごい、チラチラ見よるけど、え、どういうシチュエーション？いや、一瞬ね、手前におるこの帽子の人って思ったけど、髪の毛長いしさ、アッタン。どういう状態だよ。え、どういうデート？怖。何かとても闇を感じるんだけども。そういう
なんか特殊な感じなのね。はい、それじゃあみんなに募金を募ります。じゃんじゃん入れてって。ゆっくりゆっくりだな。今日は27,100円集まりました。ありがとう。はい、そしてメニュース見てこう。4時になりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。新製品のニュースです。りょうりょう飴が発売。本日りょうりょう飴が発売されました。ほう。りょうりょう飴はその名の通りりょうりょうちゃんの顔が描かれた飴です。この飴も購入。なんか小さい時に金太郎飴って買った記憶があるけど、小さい時に興味で買っただけで、成長してから一切買ってないな。別にそんなまずかったわけでもないと思うんやけどね。特別美味しいってもんでもないか。ただ単に雰囲気で買う感じ。イエイ、見てる？はい。なんか砂糖の塊みたいな感じの味よね。え、違ったっけ？え、違ったかな？はい、それじゃあ一旦マンション戻ろう。おー、リオくんめっちゃ呼んでる。入ります。アユナのそっくりさんと遊びたいです。遊びましょう、遊びましょう。トランプババ抜きです。交代で相手のカードを引いてペアが揃ったら勝ちです。よし。顔が変わらないじゃないか。こっちイエーイ。おめでとうございます。ありがとう。めちゃくちゃウキウキしてるね。負けたのに。1つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ中くらいで。お宝蚊取り線香をもらいました。ありがとう。今の季節ね。助かるやつね。そっちの世界の私も元気にしてますよね。きっと元気だと思います。まああれよね、蚊取り線香というか、昔おばあちゃん家とかではね、蚊取り線香使いよったけど、今結構あの液体ノーマットやっけ。あれを使いよるかな。はい、お刺身どうぞ。いただきます。あ、まあでも一応大きめのさ、あ、なんかペットがおっても大丈夫な蚊取り線香みたいなのは、あの蚊が増えてきたら置いたりするけど。めちゃくちゃ疲れてる。大丈夫？わざわざ屋外でそんな部屋のはずやけど。でも奥のあれ何？あ、馬か。なんか顔がいまいちよくわからんかった。はい、それじゃあ、はつりちゃん。え？着替えた。入ります。いいね、おしゃれよ。私たちに興味なくなったんですか？そんなことないよ、全然。はつりちゃん結婚しとったんか。うんうん。寂しいトレートしたいのですが、どこがいいでしょうか？お、いいやん。今回は2組目の。次はちゃんとデートしてくれるかな。浜辺。いいですね。準備していこうと思います。いってらっしゃい。お、レベルアップ。ってことで、シャボン玉セット。全然違うとこ行っとった。道具、シャボン玉セットをプレゼントしました。さあ、ここのカップルはちゃんとデートをしているかな？あ、ちゃんとしてるね。え、なんなら奥に、ペッカロンさんとカートくんもおるやん。いいね、楽しそうで。こんなん小さいうちしかすることないけんな。なんかさ、年々暑くなっていきよる気がするんやけどね。こういう状態の時って、私小さい頃ぐらいしか海って行ったことないと思うんやけど、まあ見たことはあるけどね。さすがにこの暑さやったらさ、なんか海に入ったとて、な、海がさ、温水プールぐらいの感じになってそうな気がするんやけど、どうなん？ちゃんと涼しいもんなん入って。さっちゃんがめちゃ、ゆっくりゆっくり呼び寄った。私と遊びましょう。遊びましょう、遊びましょう。食べ物お宝モザイククイズ。
モザイクがかかってるアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。まあ温水プールくらいって、私温水プール入ったことないんやけどさ。キノコ。なんかプールは夏っていうイメージやけん。第2問。ででん。スイートポテト。一瞬あっちのモザイクだけパッと見たらさ、ホットドッグって思ったけど、そんなんなかった。最終問題。ででん。おー、ん？何？え？ソーセージ？わからん。ポテチだった。ポテチだった。残念でしたね。そっか、お皿に乗ってるのか、ポテチ。袋で想像してしまった。だから、トイレットペーパーをもらいました。ありがとう。部屋に友達も呼んで、Wii U でワイワイ遊びたいです。Wii U。もうあれよ、毎年毎年、トモコレの新作出んかなっていう、ツイッター上のみんなの、ねえ、希望が。そろそろ出ないもんだろうか。今やったらスイッチになるよね、Wii U の部分は。であれかな、みんなでやりよるスポーツのやつとか、リングフィットとかそういう感じになる？違う。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。もうなんかここ数年どころじゃないかな、災害級の暑さとか言ってね、不要不急の外出は控えましょうみたいな、あるやん、暑さでやばいよね。